マ原誠次は、宮崎県延岡市出身の元プロ野球選手、宇藤左だ。延岡市立岡府小学校3年時にソフトボールを、始め、延岡市立岡府中学校時代は、軟式野球部に所属。精神ウルスラ学園高等学校に、内野手として入部するが、背番号も与えられなかった。2年時の秋に、監督の助言で投手へ転校。 打撃投手を務めていた際に、請求難からサイドスローに転向する。3年時の夏は、全国高等学校野球選手権、宮崎大会予選2回戦で敗退。甲子園出場経験はなし。高校卒業後は、社会人野球の三菱自動車倉敷オーシャンズに入団すると、1年目の2008年から公式戦に登板し、2年目の2009年から主戦となる。 4年目の2011年、白はビクトリーズの補強選手として、第82回都市対抗野球大会の本戦に出場。初戦の東京合戦で4回途中から2番手として、登板し、7回まで無失点に抑えるも、9回に、サヨナラ負けを喫し敗戦投手となった。当時注目されていなかった、田原だが、この試合を見ていた。 読売ジャイアンツの山下哲司スカウト部長がその潜在能力を評価し実践は一度しか見ていないながらもプロ野球ドラフト会議での指名を進言する2011年10月27日2011年度プロ野球ドラフト会議で読売ジャイアンツから7位指名を受け入団2012年は春季キャンプでシンカーを習得6月10日に シーズン二度目の一軍昇格を果たすと、翌日の千葉ロッテマリーンズ戦で4回からプロ初登板。7月1日の中日ドラゴンズ戦でプロ初先発し2回を無失点に抑えるも、代打を送られ降板。8月9日にプロ初勝利を挙げると、翌日の登板で巨人の新人では、上野内国を以来50年ぶりとなる2日、連続勝利を手にした。 同年は中継ぎとして起用され前日の先発1試合と合わせて計32試合に登板し、オフにはプエルトリコウィンターリーグへの派遣メンバーに笠原正樹と共に選ばれた。しかし、翌年の2013年は腰痛を発症し7試合の登板に止まった。2014年はシーズン後半戦から西村健太郎、山口哲也、 スコット・マシソン・ラリー・リリーフが2013年のようには、技能しない中、右の中継ぎとして20試合に登板。左膝痛から8月22日に出場選手登録を抹消された。2015年は8月30日の中日ドラゴンズ戦で高級演出3年ぶりの白星を手にすると、そのまま一軍に定着。優勝争いの終盤で、 勝利の方程式につなぐ重要なポジションをつかんだ。2016年はシーズン通して1軍に帯同し、自己最多の64試合に登板した。2017年は27試合に登板、防御率2.89。2018年はチーム事情で1軍と2軍を行き来したが、29試合に登板して、防御率は2年続けて2点台だった。2019年は、 開幕を2軍で迎え、4月16日に1軍昇格。4月27日の DNA 戦で、通算200試合登板を達成した。しかし25試合の登板で、防御率は4.32と悪化させ、シーズンを通して1軍で登板することはできなかった。シーズンオフには、背番号を入団当初の63番に戻すことが発表された。 2020年は2軍で35試合に登板するも1勝1敗、防御率7.06といった低調な成績でプロ入りしてから初めて1軍登板がないシーズンとなった。11月2日、戦力外通告が公示された。現役続行を希望し、12月7日に開催された12球団合同トライアウトに参加したものの NPB 球団との契約には至らず、 2021年3月9日に現役引退を決めたことが報じられた。サイドスローからストレートに加え、スライダーカーブチェンジアップの変化球を操る技巧派タイプ。プロ入り後の最初の春季キャンプでシンカーを習得した。緩急を使い、打たせて取るのが持ち味。2015年シーズンからはスローカーブが大きな武器となっている。ありがとうございます。